どうも、ジャです。はい、ということで本日はですね、最初にちょっと余談をさせていただきたいんですけど、今セクシーゾーンっていうね、ジャニーズのグループの佐藤勝利くんっていう子がフライデーをね取られちゃったんですよ、熱愛報道的な。で、あとプラスキスマイフット2っていうジャニーズのグループの横尾渡るっていうね、横尾さんっていう人が結婚発表したんですよ。で、それで今ね、あれに荒れまくってるんですよね。で、なんかそれをね見て、ちょっと僕がふと思ったのが、K-POP アイドルとかの人って結婚してるイメージないなってふうに思ったんですよ。これって多分僕が単純に知識がないとかじゃなくて、シンプルにマジでしてないと思うんですよね。だって東方神起とかの人もしてないと思うし、あとね、この例えばじゃあ今見る NCT なんか、なんだね、若いのもあるかもしれないけどしてないじゃないですか。で、あとあれだ、スーパージュニアとかさ、僕もやってますけど、あの人たちも多分結婚してないですよね。だからなんか、もしかしたら韓国とか K-POP とかって、そのジャニーズ以上に結婚とか熱愛とかそういうところにもうはちゃめちゃに厳しいのかなっていうふうに思ったんですけど、それって実際のところどうなんですか？まあ、だから本当に今ね、ジャニーズがこんだけ燃えまくってるわけでね、これが例えばじゃあ BTS の人が結婚しますみたいなことになったら、多分もう株価問題とかさ、そのレベルに発展してくるわけじゃないですか。どうなんですかね、 K-POP のそういう恋愛事情とか結婚周りみたいなところって。なんか率直にちょっと、どうなんだろうっていうところを思ったんで、はい、教えてください。まあ、なんか僕の個人的な考えだけで言うと、まあその K-POP ってちょっと前、まあ十数年前ぐらいまでは本当にまだそんなこう大衆性っていうところは日本とかで見ると獲得しなかったと思うんですけど、なんか今やもうね、全世界的に K-POP っていう文化ってさ、もう定着しきったじゃないですか。だからなんかそんな昔に比べると今はね、結婚とかそういうのもありなんじゃないかなとかはね、個人的にはすごい思ったりするんですけど、まあ実際ね、こんだけ K-POP とかってもう綿密に練られまくったものなわけじゃないですか。だからなんかそんなこうね、商業的なところに全振りしてる、もう本当にビジネスライクにいろいろ進めているK-POP のね、アイドルがじゃあ結婚できるのかって言われると、僕は、難しいのかな、まだまだとかもね、少しは思ったりはするんで、なんかそこのところとかもね、意外とシビアな話でね、まあ一人の人間としての人権をとかさ、あるかもしれないですけど、なんか難しい話だなーっていうところを思ってましたっていう、はい、余談です。ということで、そんな感じで今日はですね、まあ、タイトルサムネにもあると思うんですけど、 NCT のリパケエイヨーが1月の30日に出るということで、まあ、それに先駆けまして、 NCT127 の YouTube チャンネルで DJ と127タイムストップスがこのミュージックビデオというか、なんかこうね、プロモーションビデオみたいなものが出たので、それを今日は見ていきたいなと思います。いやー、なんかね、今回ね、僕結構リアルタイムに動画出しまくってるじゃないですか。まあなんか前回のね、トゥーバディーズとかも、その出たタイミングでもっとこうね、騒げばよかったんですけど、なんか僕ね、出て1ヶ月後ぐらいに騒ぎ出したじゃないですか。まあだから今回ね、リパ系はね、もう逃すまいと思って、結構ちょっともう Now に、もうとにかく、もう AYO を楽しみまくろうと思って、まあ今回のね、DJ タイムストップスとかも、すぐもうリアルタイムで見てこうっていう心意気で挑んでおりますんで、まあ本当にね、いろいろ騒ぐかもしれませんが、序章みたいな感じで、ちょっと思って、まあ軽く今日は見ていただけたらなっていうふうに思います。さあ、ということで、まず、リパケの、ところに収録される新曲の DJ を聴いていきたいなと思います。まあ、このね、DJ っていう曲は、前回のね、僕のこのリパケ考察の動画でもお話ししたと思うんですけど、このね、タイムラプスとクラッシュのこの間のところの曲なんですよ。だから、こう、グラデーションになるような、こうね、ちょっと徐々にやんちゃなんだけども少しマイルドで、みたいな、曲調かなっていうところを予想してるので、まあ、それが合ってるのかっていうちょっと答え合わせも含めて、ね、そこを見ていきたいなと思います。まあサムネだけを見る感じで言うと、まあ少しこうピンクがね、こう目立つようなところで、こうメンバーが上を向いていて、で少しちょっとこうやんちゃさがあるのかなっていうところも見受けられるんですけど、いかようになってるのかしっかりねチェックしていきたいなと思います。来た、お、ラップ、あ、ほら、あ、うっと、かっけー、あ、うん、
洗ってるくない？これ今んとこ。うわ、かっこいい。うわー、すげえ。これ予想通りじゃない？おむね。うわ、気持ちいい。リム、今リズム。うわ、俺が今好きな人映ったぞ。うわ、すっげえ声出ちゃった。これ超気持ちいいな、リズム。これ D… わー、俺、うわー、ユイ左はかっこいい。なんかやっぱちょっとマイケルなんだよね、やっぱり曲が。うわ、ちょっとゆうたくんもっと、うわー、うわー、かっこいい。あー、かっこいい。やばい、宮迫です、出ちゃった。ちょっと、あ、やべえな、これ。あかん、これ、これ、あの、リパケの、あの、メインでもいいよ。え、どうしよう。DJ でこれでしょ。DJ でこれっていうことは、スカイスクレイパーと、エイヨーとか、どうなんの。あかん、これ。うーわ、今、脳溶けそうだったわ。この、まず、あの、いいところ。リズムがいい。もう曲調がもう僕のあの大好物のもう転調しまくり。で、かつこのミュージックビデオというか、これのこのデザインとアートワーク、もうめちゃくちゃかっこいい。衣装だったりとか、あとこの編集の感じだったりとか、クリエイティブですね。そこのところがすごくいい。で、四つ目。ゆうたくん、かっこいい。マジでやべえ。あかんな、これ。ということで、あの、おかわりさせてください。いや、もうちょっともう一回 DJ をこのリズムとか曲とか、あとかつメンバーの顔とか、まあ、そこをちょっとしっかり入れさせてほしい。もうなんかこう、さっきね、あがんかった。初見はこれあかんわ。楽しい、これ。ちょっともう一回いきます。うわ、来た。もう曲がもうドリンとかのもう気持ちいいもん、全部。うわ、すごい好き。ちょっとこう古いですよね。もう2000年ぐらいのこうモームスみたいなさ、ああいうこう感覚ですよね。もう全部、あ、やめてよ。かっこいい人撮ってったやん。まあなんか踊らないからこそね、あのこうメンバーの顔がしっかり見えて、かつどんなもんなんじゃいというか、しっかり楽しめる。こう、チャッみたいなのも全部音取るからな。この転調気持ちいいな、本当に。すっごい心地いい。もう今俺見てた。俺は左上見てるよ。ゆうたくんのこのエロいこのカメラのさ、ここもそう、ここがマイケル・ジャクソンなんだよな。この同じリズムのところがずっとこうループするっていうのがね。うわー、うわ、
これやばいな。トゥーバディーズ、これ一曲入るだけで結構生まれ変わるぞ。うーかっこいい。俺もこの茶色いブスと着たい。かっこいい。この男がいるだけでどれだけ NCT の底上げされてるかって、かっこいい。うわ、これすごいな。いや、これね、曲としてまずすごくいいですよね。トゥーバディーズ、やんちゃやってたタイムラプスからの DJ 一曲入って、こうクラッシュランディングにこうつなげてっていう、あ、完璧。リパケやべえな。だってさ、普通ね、僕これジャニーズ的な感覚かもしれないですけど、普通一度リリースしたアルバムのところにもう新曲入れてリパケする、でかつそれが文脈的におかしくないってことがもう僕ありえないと思ってるわけですよ。なぜならそのね、一番最初に出したオリジナルの方で僕は完結してると思っているから。だけどそれを DJ とかさ、まあ、多分 AO とか、あとスカイスクレーパーとかもそうなんだろうけど、こういい具合にこう交わるのを後付けなのにもかかわらずうまくやるっていうのがもう最高。いやー、本当にこれはね、もう勘弁してください。もう降参です。さあ、ということで続けて127タイムストップスを見たいなと思います。まあ曲的にもね、かなりこうマイルドなところなんで、まあサムネもそうですけど、すごいいいミュージックビデオになってるんじゃないかなと思うので、もうまったり、もう落ち着いて、もうなんか声とかも荒げることなく見ていきたいなと思います。きた。うわー、おしゃれだなー、本当に。うわー、かっ、かっこいい。うわ、金髪かっこいい。うわ、俺これ何も言わず見ちゃいそう。まあ曲もさ、僕好きって言いましたけど、ワン、ツー、セン、かっこいい。あの男、うわ、マジか。タイムスター、鼻高っ。やばいな、俺。本当にかっこいい人たちってこういうこと言うんだ。なんかもう出てるもん。なんかこう、かっこいいエキスというか、うわ、もうちょっと、いや、無理、もう、見たくない、これ、もう。やだ、やだ。うわ、これマジでいいな。これ歌詞とか見たいな。しっかり理解したらすげえこと言ってんだろうな、これ。え ?NCT1 位になって、すげえいいグループじゃね?うわぁ。ユータやべえな。この男やべえ。マジやべえ。うぅ。俺もあの顔しよう。みたいな。うわぁ。今の髪型すげえ好き。なんなんだよ、本当に。かっけえな。うわ、もうちょ、これラストサビ聞けないかも。すげえ。いい。
うわこれ大丈夫かな、なんか俺年齢制限とかつかないかこれどうしよう、なんか何ちょっと感じてしまってる声を出してますみたいな。うわタイムストップスって言いながらこの録画を止めてないっていう、うわ深っあーもうすいません、ごちそうさまでしたさあということで本日は NCT127 の DJ と127タイムストップスのミュージックビデオを見てきたんですけども、いかがだったでしょうか。すごくお腹いっぱいです、今もう満足、もうえいよいらないいやなんかそれぐらいすごい満足だわ。 DJ ちょっと後でも何回も聞こう。もうもちろんリリースリパケされたら絶対聞く、もうすごくそれぐらい好き、もうレベルが高い、質がいい、もう曲の NCT127 はもう離さないはい、ということでなんかコメントとかあればなんか感想とかね書いていただければと思います。本当にリパケリリースが楽しみなんで1月30日ですよ、楽しんでいきましょう。ということでそんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。